どうもこんにちは、リュウボンです。ホライゾン続きやっていきます。無視していくぜお前は。さあ、ハデスを引きずってよいしょよいしょね、運んでたデスブリンガーを追ってね、あれを何の塔だっけ、ちょっと忘れたけど、うん、なんちゃらの塔とかいうところに、あれ、ちょっと待って、どうやって行くのあっち。いたいて、あ、こっちに行ける。うん、それで戦わないからね、俺。頑張ってね。俺にはもっとこう大役があるんですよ。でもあいつめんどくさいよね、ロングレッグ。強い、うん、強い。近距離と中距離、あと範囲攻撃ね、が結構めんどくさいですね。遠距離はそうでもね、中距離、うん、近、これあれだよね、多分これやっても意味ないよね。いや、これは、ここは、いや、ここは、よいしょ！あれ？あ、できればね、玉の檻を狙っていきたいんだけど。痛いなぁ。あ、そうだ、せっかくならさ、これ使おうや。まあいいや。まあいいや。全部もらっとこう。よし。吹っ飛んだりするのが、近接向きって言ってたから、おそらく、このスピアと組み合わせて使うのが多分正しい使い方かなと。こうね、体力失っちゃったからね。でね、体力回復薬もいくつか報酬の箱に残ってるんで。ハデスの転送。どうなるの？ん？あ、あれじゃん？ナマズじゃん？これ。あ、違う。イニシエだからそうだ。地中に埋まってる奴らを復活させてるんやな。新たに生成されたやつではなくて、っていう。おお、マジか。おお、アクティベーション。バイオマスコンバーセーション、コンバージョン、うんたらかんたら。やべえじゃん。間に合わなかったじゃん。They must have gotten through the defenses. Aaron's vanguard. I have to get up there. なんかさ、デスブリンガーばっかりやね。まあ、ね。一応、機械の中で一番強いとされているやつだから、しょうがないっちゃしょうがないんだけど。何これ。こういうのね、俺すっごい開いたくなるんだよね。石か。こっから先石を使う。びっくりした。石を使うみたいな、そんなコソコソプレイが存在するんだろうかね。道端に置いてあったけど。いや、だったらこんなさ、スピード感を損なうオブジェクト置くなよって感じじゃない。ほんと、もうね、まあ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 、まあ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 、
最初のね。あん？こっちか。危ない危ない。また死ぬとこだったね。突っ走って。ポーンって行くからね。急がなくちゃいけないっていう焦燥感が、うん。どうもね、自殺の方向に行っちゃうんだよね。ポーンつって。ん？いや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 、俺はそんなハマらんよ。そんな。ん？あ？ん？あ、そうだ。ね、これはないだろう。まあ、いや、確かに下にあるけど、階段。上行く人絶対いたはずよ。I have to face Hades. Not alone. It's my fight. I can't ask you to come with me. We're about to go over the top anyway, right? Right. Hawk and Thrush, let's go. ほう。いろんな戦士がね、ノラと。え、どこに行くのね。教えてよ。あれ何が入ってんの？なんかいいの入ってたりする？お肉と、ああ、やっぱりこの辺か。ありがたいね。ある程度ね、インベントリ整理はしたんだけど、うん、いいね。で、どうやっていくの？ん？ちょっと教えてよ、みんな。あ、はいはいはい。よし、行くぞ、お前ら！来い！この俺についてこい。あれだ。こう、しゃっきりやってやるよ。なんでも。これだ。絶対この、これ合ってんのかな？あ、もうね、これラストバトルじゃない？これ。バレてる。まったお前か。何回やらせんだよこいつとよ。ただ1対1だったら勝てるぞ、余裕で。マガツキのハデスと何回かやったことあるしね。ああ、仲間もいるしね。余裕じゃん。あとはまあどのぐらい体力が持つかなみたいな。あれは弱点が微妙だな。いった。やくそ。よし。うそーん。そういうミスやめようや。何が起きた今。怖え、あれ。あの技怖い。やってやるわ。待って、それ怖い。くっそ、しつこいな。弾幕はやまない。やめ！よし。あの上の砲台を壊したい。あれ多分ね。何？なんだ今の。よし。よいしょ。いいじゃん。結構硬いね。つうかもうこのゲームの敵硬いからね。よし。あんま動かないから助かる。動いちゃダメよ。よし。よし。大体、弾薬切れ。なかなか壊れんな。火が弱点。
本当か？違うな。一応これが弱点なんだよね。本当かよっていうね。くそ。あれだけを狙うのは困難だな。撃ってる中。くっそ！無理！あ、くそ！一回やられちゃったからね。あれ、千載一遇ってほどでもないけど。めんどくせえ。またあれ出すまで。待たないといけないから。動きを止める方法があれば。え、時間制限あったんか。うわっぜ。ちょっと待って、待って、待って、待って。一応いつあれ出してもいいように。よし！よし！行ったか？行ってない！あれ？シリンダーが、出ない。待てよ。これはね、難しいぞ。ちょっと、待て。ちょっと待て、武器変える。固執しちゃダメね。もう、勝つんや。こうしようかな。あれ？あれ？なんかね、行って炎症、くそ、まずい、はあ、怖いよ。じゃあオッケー。おーい、出してたんか、今。あ、ちょっと待って。マジで、一回、分析。あれ？足の弱点なくなってる？いや、そんなことないよね。だよね。ちなみにあいつは？あいつやっても意味ないんかな？ハデス。やってない？意味ないだろうね。ハデスを守ってるデスブリンガーを倒すだから合ってるわ、これで。オッケー。じゃあちょっと。一体。当たってない。くそー、ちょっとしか出ないな、あれ。オッケー。急げ。ちょっと急げ。いろいろね、失敗した分、ちょっと取り戻さんと。よし！ V が壊れた！ちゃんとね、こういう風にやんないとダメよね。よし！ OK。痛い。そして、痛い。ちょっと待って、死ぬかもなー、これ。OK、大丈夫だった。よし、倒れた。倒れてない。当たってないよ。で、もう一個ある。デスブリンガー砲。いってぇ、マジ。どこにある？見つかりにくいよねー。くそ、わかんねえんだけど。
いや、弱点これか。あー惜しい。あれまだあんじゃん。うぜーのがいるー。ちょっと待てよ、2分しかないな。ちょっと無理ゲーかもな。あくそ、あーこれは間に合わなかったな。武器もどこに置いてるかわかんないしね。くそ、させん。さて、頑張りましょう。まず最初にやるべきことが、これでしたね。ちょっとうざいな。最初から火力高いんだよね。その、徐々にじゃなくてさ、あれ？どこ行った？後から出てくんの？デスブリンガー。あ、デスブリンガー砲はそもそも1個しかついてない？あ、違う！なんか、途中からじゃん、これ。あー、なんかゲーム側にもちょっと気使っていただいて大変だろうからっつってね。じゃあ、え、6分前からか。まあいいか。うっそ、なんで今当たんねえんだよ。ちょっと待って待って待って、もう一発行きたい。遅い！スキル取ってねえからな。早打ちの。よし！オッケー、オッケー、オッケー。これだ。ここ、弱点。くそ。ま、なんだなんだ、こいつか。こいつめんどくさいんだよね。こいつ単体だったら戦ってもいいんだけど。他のやつにタゲをなすりつけるしかねえわ。最低なように聞こえるけどね。タゲが動かねえ。よし。待て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 。よいしょ！うっぜー、何それ、超守ってんじゃん。おい、マジかよ。ちょっとマジか、マジか、マジか。こんな、え、つうか何をやってんの、他のやつらは。助けてくんないのか。中に入らないからタゲにならない。いいよ、もうお前、あいつあと自利品じゃん、あいつ。あ、死んじゃった。よし、あいつもあと少し。くっそ、早い。オッケー。オッケー。あいつなくなった。くそ。出ないか。出ろ。そろそろ。出ない？ですよね。あのミサイルもどうにかしたいんだけどね。ダメか。もう俺めっちゃ膝狙ってっからな。あ、弱点めっちゃさらしてるけど、あれさらしてる間はね、逆にね、めっちゃ攻撃してくる時なんだよね。ちょ、待って待って待って。くっそ、なかなかやってくんね。弱点見せるやつ。くっそ、あと2分しかないのに。きた！よし、今度は邪魔がいねえぞ。
嘘、早い、復帰が早いから。マジか。お、お、コールだ。あとはいつやってくれるかだが。よし、オッケーオッケー。くそ、また2分だな。つえな。来ないか。来ないね。この機械ってさ、縦になるのかな。なる。なるぞ。ハメじゃないけど。おめえ強すぎんだよ。あ、当たっちゃった。よいしょ。あれは多分、これかな？ちょっと、はあ、もう持ってないのか。くそ、しつこい。行ける、俺は行く。よっしゃ、くっそ。もうめちゃめちゃやる、やる、めちゃめちゃやるか。それかこれでダメージを稼ぐか。どうすか。あとは炎症で。よっしゃー、ボッケー。まったく強かったよー。強かったよー。おら、どこだ、おら、ぶっ刺してやる。近づいてきたよー。おら、あ、まっしゃ、まっ、まっしょ。おお、いいね、容赦なくて。最後の抵抗か。お、なんだこのありがちな。削除完了。あぶねえ。さっきのなしでみたいな感じでね。あ、いい子になるんじゃなくて活動停止すんのな。ツンツンツン。やると思ったわ。ツン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 。天命を全うしたな。
普通の女の子に戻るとかやるの？普通の女の子に戻るってね、ストリートファイターのね、チュンリーのエンディングのことですね。結局あれどっち選んでも男しばくみたいなね、の結末だった気がするけど。あれ面白かったね。データの完全性を修復と。Okay, Gaia. Sorry about that. Where was I? You were telling a story. Right. Yeah, so, like I was saying, it was a children's electronics kit, but I hacked the wiring to an auto battery and solar PV. So the grass caught fire. And, so did a tall pine that had stood there, I don't know, maybe 100 years. Query. You were how old? Six. My mother was home, thank God, so she called the fire department, and after, she took me out to the lawn and showed me the dead baby birds, because there were nests in the pine tree. Query. What did you feel? I'm not sure. I remember yelling that I didn't care, and that's when my mother took my face in her hands and spoke. Query. What did she say? She said I had to care. She said, Elizabeth, being smart will count for nothing if you don't make the world better. You have to use your smarts to count for something. To serve life, not death. You often tell stories of your mother, but you are childless. I never had time. Guess it was for the best. If you had had a child, Elizabeth, what would you have wished for him or her? I guess I would have wanted her to be curious. And willful, unstoppable even. But with enough compassion to heal the world. Just a little bit. そう、外にね、泣き殻があるのは分かってたからね。シェルターが、こう、外からしか閉まらないという状況に陥って、自分から進んで、外に出て、修復したと。ただし、二度と中に入れないっていうね、エピソードありましたね。あ、三角形になってるよ。おー、終わったー。いやー、なかなか壮大な話でさ、まあ、グラフィックもね、相変わらずこのゲリラゲームスっていう開発会社の作るゲームということだけあってね、かなりの高グラフィックだったんだけど、まあ、初なのかな？ちょっとわかんないけど、まあ、オープンワールド、のゲームとしては、まあ、若干ね、まだ伸びしろがあるな、みたいな感じで。伸びしろってなんかさ、すっげえ上から目線やね。ユーザー視点から見て、他のね、かなり完成されてる、オープンワールドのゲームとかを、やっぱこうプレイしてる側としては、やっぱりやりづらい部分とか、あと操作性の問題とかね。特に水が、結構、水と陸のあたりのね、まあ泳いだりだとか、まあ水から陸に移行するときのね、登り降りの時とかね、細かいところとかもあるけどね、そういう。あとはよく俺が文句言ってたマップの指示の出し方、とかいろいろ問題点はあるんだけど、ストーリーが良かったなっていう印象ですね。でまあ。これは願わくばというか、ちょっと期待はしてたんだけど、実
際にこうヘビーウェポン以外の、自動小銃みたいなね、ものがあれば俺はちょっと、うん、よかったなーみたいな感じだったけど、それだともう別ゲーになっちゃうからね。おそらくこういう先住民みたいな、まあ昔のちょっと今差別用語的な風に言葉狩りされちゃってるけど、いわゆるインディアンみたいなね、先住民のような部族の人たちが原始的な武器で機械と戦うっていうところを多分目指したと思うから、まあ自分で携行できる武器として、まあアサルトライフルみたいなものは多分あえて用意しなかったのかなって感じですね。うん、そうね。あとね、スキルもまだね全部取れてないですね。うん、まあそうだな。あとはログあったじゃないですか。テキストログとか音声ログとか、うん、多すぎ。多分なんだけど、このゲームのこのストーリーを作る上で伝えたいことがもう多分山ほどあったんだろうね、この作った人たちは。で、それを、もう溢れすぎちゃってストーリーが、それを全部ストーリーにしてしまうと、いやーこれ誰もやらないでしょうっていうことで、じゃあ気になる人だけ読めるようにしようっていうことで、多分テキストログっていうのをね、うん、つけたんだと思うんだけど、俺としてはちょっとまあそれでも見なかったかなーっていう、全部はね、結構読んでるんですよ俺、ちょくちょくね、うん、だけど最後の方はちょっと読み飛ばしちゃったな、うん、まあ、そんな印象ですかね。で、総評で言うとどうだろうな、うん、どうしてもねやっぱり他のオープンワールドとのゲームとね、どうしても見比べてしまうところがあって、でもね、新しいタイプだからな、俺やったことないからな、こういうタイプ。ウィッチャーは、あれは、ウィッチャー3は、あんまりクリアしてないけど、あれオープンワールドっていうか、まあ、RPG だからね、どっちかっていうと。あんまり、こう、アクション要素がないというかね、そんなに。うん、このゲームはアクション要素がかなり、で多分避けるのとか当てるのとか上手い人はもうすぐエイムをピタッて合わせられるんだと思うんだけどね。うん、そういう人のプレイ動画もちょっと見てみたいですね。うん、まあそうね。残念なところがちょっと多いんだけど、まあ結果楽しめたからいいのかなと。うん、まああとはあれですね。俺自身の、まあ投稿がね、まあ、ほんとクリア目前だったんだねっていう。ことがね、これで分かりましたね。いや、ほんとすいません。時間かかっちゃって。うん。あ、ただね、これ、俺、生放送とかね、ツイッターでもちょっと言ってますけど、本当にいいゲームっていうのは、こういう風に、プレイヤーが、プレイヤーに飽きさせない。もう、間を持たさない。もう、瞬殺ですよね。だから、プレイヤー側が。もう、なんだろう、もう、ドハマりさせて、で、間沸かせて、ちょっとあれ途中で止まってるなぁなんてことをさせないほど、プレイヤーをドキドキワクワクさせるようなゲームが、本当にすごいいいゲームだと思ってるんですね。それをぜひ目指してもらいたいなって思ってます。これは、ゲームプレイヤーとしてのね、みんなと同じ目線の、もう本当に強い願いですね。僕はこのゲリラゲームズすごく好きで、シャドウ、キルゾーン。キルゾーンとかね。ていうか、主にキルゾーンなんだけど、一番有名なのは。うん、とかで、すごくこう、素晴らしいグラフィックで、素晴らしいゲームを作る会社なんで、めっちゃ頑張ってほしいですね。で、これでも実際、次回作続編が出るんだとしたら、わかんない。俺買っちゃうかもしれない。はい。というわけでね、今回はこれで終わりにしたいと思います。ちょっとまだ、エンディング途中だけど、うん。最後までご視聴ありがとうございました。またな。
friend, remember me. We've still so much to discuss. So much you never revealed. Your masters, for example. The ones who sent the signal that woke you. Knowledge has its rewards, don't you think? Well, let's begin.